ホイスケロヘンです。今回は光原石の使用をゼロから分かりやすく解説し、戦闘力を盛るポイント、そして入手量を増やしちゃうというコツですねを教えちゃうという、まあ、分かっちゃうっていう動画になっております。じゃあ、まあ早速光原石の説明いっちゃいます。メニューボタンを開いていただいて、闇の精霊というところをポチッと押していただくと、そしたらですね、左側の方に光原石装着、そして合成ってやつがあると思うんで、これをポチッと装着の方を今押しました。はい、まあこれが光原石、まあ光原石かもしれないですけど、ちょっと読み方わかんないんで光原石と言わせていただきます。まあこれですが、まあ部位が4つあります。4部位に分かれていますと。でですね、光原石は主能力、と補助能力というふうに分かれていると。で、主能力は、部位別で、同じなんですね。見ていきましょうか。闇の精霊の怒りダメージ量。右側。黒いオーラ経験値獲得量。これ結構大事ですね。闇の精霊のレベルを上げるために結構大事なステータスになってくるので、これは高い方がいいと思います。はい。で、次は、上位推奨合成確率。率増加率ということで、これは水晶を合成するときの確率が増加するっていうものですね。で、左下突破手数量マイナス何パーセント、まあ、これは、強化ですね。強化をするときの、強化のお金がちょっと安くなるみたいなことです。はい。で、お気づきの方もいるかもしれないんですが、この主能力と補助能力っていうのがさっき あるよって説明したと思うんですけど、この補助能力っていうのがつくのが、青ランクからになっていまして、光原石、例えばこのですね、光原石例えば白とか緑だとかっていうのにはついていないんですね。あ、これが分かりやすいですね。上が紫色ランクの光原石、まあラブリフ系列ダメージ量増加ついてますが、これは、補助能力ですね。で、下のやつは返ってない、ついてないと思うんですけど、まあ青ランクからサブオプション補助能力がつくということになっています。はい。で、それで光原石をはめると、まあ、効果が付与されるわけですが、これは外したい場合、外すと基本的にはなくなってしまいますよということなんですが、パールを使うとなくならないですね。なので、じゃあどのランクから、パールを使用して外すのがいいのっていうことだと思うんですが、これは人それぞれなんですが、僕の場合は今現時点の日本サーバーは、光原石結構入手が困難なんで、青ランクから、外しています。まあ、人によっては紫ランクから外すっていうのも全然ありなのかなっていうふうに思うんで、ちょっと参考にしてみてください。で、光原石ですが、合成をすることができますと。合成ができますと。で、合成の仕様なんですが、まず、同じランクの光原石を3つ入れますと。3つ入れます。それで、合成をすることができる。はい。で、合成しましたと。これが、まあ、ランダムで合成結果。いろんな部位になるんですね。いろんな部位になる。例えば、右下、右上、左上。まあ、全部に何でもぶち込むことができて、で、どこの部位ができるかもわかんないですね。もう完全にランダムっす。完全にランダム。で、それで成功すると次のランクに昇級します。なんで、緑の場合だったら青ランクに昇級するっていう感じになってます。でですね、この合成する際の注意点として一つあるのが、厳選、光原石の厳選っていうのをした方が良いんですね。まあ、どういう意味かというと、光原石、先ほども説明した通り、補助能力っていうのがついていますと。例えばですが、補助能力についているのが、自分が必要な補助能力だったとしましょう。例えば、攻撃力が上がる光原石とかあります。防御力上がるやつあります。クリティカルダメージ上がるやつ、バックジュール上がるやつ、あとは系列ダメージですね。とか、いろいろあるんですが、合成する際にちょっと、考えていただいて、補助能力を見ていただいた方がいいです。僕の場合は、
ラブリーフ系列、アヒム系列とかっていうのは使わない系列のダメージになるので、混ぜちゃうっていう判断ができるんですが、まあ、系列のダメージ、系列のダメージについてちょっとまだわからないよって方多いと思います。それは今後の動画で出したいと思うので、今言っとくのは基本的には R 系列っていうダメージが一番強いということだけちょっと言っておきます。はい。で、まあ合成はこういう仕様になっているので、厳選する際に補助能力を見てちょっと気をつけて合成しましょうということです。はい。で、まあ光原石はまあ、分かりましたと、こういうことなんだなっていうの分かっていただけたと思うんですが、これ知っといた方がいいポイント、まず一つ目かもしれません。光原石ですが、石板というのがあります。光原石板というのがあって、すいません、もう一度ちょっと光原石装着のとこ見ますけど、石板を購入すると、これが1個目の、石板、まあ、要はデッキですかね。デッキって考えていただくのが多分分かりやすいと思うんで、一つ目のデッキがこれ、購入すると追加でされるのが二つ目のデッキなんで、購入すると一つ二つとデッキを選ぶことができるんですよ。なので例えばですが、第一石板、一番目の石板の方を PVE 用の石板としましょう。 PVE はバックの重量、バックの重量だったりとかっていうのを増やしていただくといいですよね。狩りが、放置時間ちょっと伸びたりとか、バック重量伸ばしていただくのがいいと思います。狩りは。なので、こういう狩りのバック重量伸ばすやつとか、そういうのをつけていただくのを狩り用としましょう。で、分けると、狩り用。二つ目を、じゃあ、対人戦だとか、バチバチに戦う時用にしましょう。で、石板を二つ持っていると、どっちの石板の効果も付与されるよっていうわけじゃなく、選択するような形になります。なので普段使い、まあ狩りとかするときは、狩り用の石板をつけていただいて、 PVP するときだけ、こっちの PVP 用の石板を使っていただくとかっていう使い方になるんですね。で、右上とかは、まあ要は栗ダメとか、体力とか攻撃力とか防御力とかっていうのを、付与してるのが PVP はやっぱ強いので、そういうのを装着しましょうという感じです。でですね、判断、この補助能力の何がいいのかっていう判断は、今ちょっと日本サーバーおそらくちょっと分かれてると思うんですけど、攻撃力と防御力を中心に装着すれば戦闘力を単純に盛ることができるんですね。できますと。ただ、僕のおすすめは、個人的おすすめは、一応、クリダメになってます。で、クリティカルダメージの、振ると、まあ、これがクリダメですけども、クリダメにすると、火力アップ、攻撃力を上げるよりも、火力アップしますね。しますと。ただですね、まあ、ちょっとこっち、また、ちょっと違う説明にはなるんですが、キャラクター画面開、ステータス画面開いてもらって、この右側のとこ、ちょっとポチッと押してもらうと、あら、なんだこれって出てくると思うんですが、能力解放って言って、戦闘力、なんぼ、例えば2000以上になると、攻撃力がプラス100されますよっていう、こういう、ボーナスの効果が得れるやつがあるんですね。で、これを得るために戦闘力を上げることに必死になってるってプレイヤーが、今、結構多いんです。で、例えば、2800であれば、攻撃力と、防御力が50、50されるとか、なんと3000になったら、戦闘力3000にいったら、回避の使用回数が1回増加しますよっていう、こういう効果があったりとかするので、戦闘力上げることに必死になってるプレイヤーが今結構いるってことですね。ってことです。はい。まあじゃあちょっと脱線してしまいましたが、PVP 用と PVE 用の使い分けが光石板できるんだなと。光原石の石板できるんだなって分かっていただいたんですが、じゃあ石板どこで購入すればいいんだって。俺1個しか持ってねえって方が多いと思うんです。で、そうだったら課金ショップ開いていただいて、課金なのって思うかもしれないですけど、課金ショップの利便性、拡張スロットを押していただくと、ここに、僕今購入完了ってなってしまってはいるんですが、おそらくですね、おそらくというか、間違いなく、10万銀貨で販売されて
いると思います。10万銀貨で販売されているんで、これは買い得です。買っちゃっていいです。10万なんで、10万も全然安いんで買っちゃってください。で、買っちゃってもらって、いずれ絶対使えます。光原石今、そこまで使い分けるほど持ってないってプレイヤーの方も、いずれは絶対使うので、買っておいて損はない。まあ別にタイミングはいつでもいいんですが、買っておいて損はないです。はい、じゃあまあ光原石使い分ける必要がある、まあ必要というか使い分けた方がいいんだなと、効率いいんだなということを分かっていただけたと思うんですが、まあ要はもうあれですよね、なきゃ話にならん光原石がなきゃ話にならんということで、まあ最後気になる入手先なんですが、まあメインの入手先は討伐古代遺跡課金ショップ、まあこれになると思います。メインはですが、まあ見落としがちな僕おすすめのいい入手先ってのが2つあります。で、まず1つ目はまた課金ショップ開いていただいて、光原石のとこポチッと押してもらうと、左下ですね、左下見ていただくと1日1回無料って書いてあります。そうなんです、これ光原石1日1回無料で獲得することができるんですね。まあ24時間に1回無料なんですけど、まあ前回の動画でも僕言いました。ただですね、ちょっとこれ確認したんですけど、配信中とかですね、ちょっとリスナーに聞いたんですが、無料でゲットしたことがあるって言ってる人と、逆に無料でゲットしたことがないっていう人にいたんです。両方いた、しかも同じぐらい、同数ぐらいいたんで、なんでちょっとわからないんですよね。今本当に1日1回無料って書いてあるけど、本当にゲットできるのかっていうか、ちょっとまだわからないですよ。ただですね、まあどちらにせよこういう表記はされているってことなんで、今はまあないにせよ、実装されてない、もしくはバグでないと、バグでできてないにせよ、今後まあおそらくすぐに実装されるだろうということでお書きしました。はい、まずがこれ一つ目と。で、二つ目なんですが、これ僕日本版始めてから本当に偶然に発見したんですけど、これマジで大事だなと思うのが、宝石商に行ってください。街ので、売ってるんすよ、光原石の破片が。しかも9個で2700ですよ。光原石の破片9個で27000か、2700ではねえな27000だ。いや、でも安いでしょ、安くないっすか。いや、これは買いですよ。これはマジで即買い、マジで即買いっす。で、これですね、アクセの商人は、6時間に1回更新なんで、スキル教本ほど負担にはならない。6時間に1回なんで、定期的に見てください。ショップ見て、光原石の破片っていうのを、ないかなって言って、ちょくちょくチェックしていれば、無課金の方でも、まあ、もちろん課金者もそうですけど、もう、結構入手量が増えるので、絶対これはおすすめです。ということになります。はい。まあ、じゃあ、以上で、光原石の説明終わりたいと思います。まあちょっとね、まあ分かってるつもりでもちょっとそんなことあるんだっていうことがあると思うんで、動画化しました。はい、じゃあまあこんな感じで終わりたいと思います。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で、毎日夜10時から YouTube ライブの方で配信していますので、遊びに来ちゃってください。最近なんかは、変則配信。まあ、お昼と夜に配信するみたいな形の配信の仕方が多いので、通知ボタンオンにしていただいたりとか、もしくはツイッターの方で、お昼配信しますとか、お昼夜配信しますよみたいなツイート必ずしてるんで、要チェックでよろしくお願いします。はい、それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。